47都市国家対抗トガピットバトル宮崎パノプチコン編、はい、パノプチコン、はい、はい、ということで宮崎スーマス芸人のチキンナンバーです。どうもよろしくお願いします。今週のですね、はい、ボランティアテーマは、グルメ、グルメということなんですけれども、今回我々はですね、はい、チキンナンバーの順位のためにチキンナンバーを作るボランティアで戦います。戦います、まずはね、お肉をね、まあ、一口大に切りまして、まあこうやって溶き卵にね、つけて、でそれをまあ小麦粉につけると、まあここら辺は常識ですね。唐揚げみたいなことか。まあ唐揚げみたいなね。はい、これを油に入れて。怖い。なんかバチバチなるかと思ったら、静かー。このままだいたい上がるまで、5年ほど待ちます。いや、そんな待たんけど。まあ5分くらいかな。じゃあね、甘酢を作りたいと思います。まずこれを洗うところからですね。はい、酢が大体 100cc、 100cc、 メモリ100のところで、で醤油が 50cc、 50cc あるのか。あと砂糖を、まあ、大さじで4。砂糖がもうちょっと経済上これだけしか残ってなかったんですよね。まあじゃあ全部入れましょう。あと本当はね、みりんなんかも入れたらもっと、ああ、なるほど、経済上ないと。うん、あとあの野菜とかね。ああ、いい感じに。でも卵、わあ、ゆでられてる。もうぐちゃぐちゃにします、こうやって。よしよし、うん、でかいのはもう入れまして、マヨネーズをまあ適当に入れます。こんぐらい。じゃあ次はもうちゃんとしようや。はい、ということでね、はい、さっきあの上がったチキン南蛮ね、これ今甘酢につけてますけれども、うん、まあいいかなっていうぐらいまで漬け込みます。たっぷり、どうぞ召し上がれ。うちは生やけど、どう？俺が作ったタルタル、シャズ。シャズやし、お前これシャズ。お前このタルタル何した？甘酢が甘いかなと思って、これ入れて。もうこれ塩やねえか、お前。違う。塩入れたらダメやわ、お前。はい、というわけでね、皆さんこんな感じでね、簡単に作れますんで、皆さんもぜひ作ってください。まあ、塩とね、砂糖間違えたら大変なことになりますけどね。間違えました、最後。以上、宮崎健でした。